はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は棋聖戦の C リーグから、栗田、さん対中野、康弘九段の一局を、見ていきたいと思います。はい、栗田さんはね、C リーグで今のところ1勝1敗でね、健闘してたところです。はい、対して中野さんはね、NHK 杯にも出ているね、選手ですから、非常に強敵だったと思います。 栗田さんの先番で始まりましたね。まあ、栗田さんは結構堅実なイメージですかね、どちらかというと、しっかり固く打たれてて、まあ、後半にね、勝負をするようなタイプかなと思います。これはそうですね、こちらが非常に硬いので、あまりこちらに行きたくない意味もあるんですけどね。まあ、こうやって打つのも普通だと思います。これも立派な手だとは思いますけどね。まあ、ちょっと工夫しましたね。まあ、その分打ち込みも残るのでね。打ち込みに対してしっかりいきましたね、黒は。で、同じ形になりました。そうですね、同じように、打ちましたね。まあ、黒もこれで、まあ、大体生き形と。で、肩から持っていきましたね。切りは、非常に頑張った手ですね。これも切りだと、こう、上打たれるのを心配されましたかね。で、結構ね、気づいてみると上がね、中央が急に白っぽいのでね、まあ、これは8には打たないかな、さすがに。まあ、この辺り打つんでしょうか。いう感じでね、ここは伸びて戦わないとですかね。ただ、これが結構危ないですが、なかなかこれは、結構弾力あるんですかね。これはコウ立てですね。すぐにはコウに行かずに、ちょっとコウ立てを作りに行きました。白もこれで解消しましたね。ここの2手連打で手を打ちました。 跳ねれますね。これは切ってもつないでね。こうやって、これはシチョウでいいと。そうですね、これで、はまないんですね。はうのが形、お互いのね、根拠で大きく見えるんですけど、まあ、手順がどうするのか。こうやって簡単に生きられてしまうんですね、これね、先手で。で、こちらに回られてしまうと、いうことで、灰ぐらいじゃつまらないんですね。これだけ打って、こちらで頑張りました。そうか、これはまだ取り切れてないんですね。こうやったら ここが効くので、ここもこうなると これはまだこうやってコウに粘る手段が残されていますね。こちらより中央の価値が大きいと見て、白は先制攻撃しました。
これで、ここで投了されたんですか？合ってますかね？はい。これで、当たりにして、これは、まあ、置くと、送ってはありますけど、これを打たない方がいいのかな。単にこうやっつなぎも打たない方がいいのかな。一応置けば、なんかありますかね。先にこう打ちますか。まあ、当てでもね、まあ、取れればいいんですけど、あ、これ自分で打っちゃいましたね。語形的には、ここで、ちょっと僕のあれには、ここまでしかないんですけど、これで良かったでしょうかね。はい。これで、ここで本当に投了したら、このまま棋譜をアップしようかなと。このままアップしようかなと思います。一応、そうですね、つないで、これも生きはないですもんね。どういうことで投了したのか、ちょっと 分かんなかったんですけど、まあちょっと何かあったんですかね。ちょっと僕もすぐには分かんないんですけど、そうですね、ちょっと分かりませんでしたね、すぐには。また何か分かったら、紹介するかもしれません。はい。ということで、一応ね、結果的にはクレタさんが勝ったのは間違いないんですよね。はい。これで2勝1敗となって、あと1勝すれば残留になりまして、あと2勝すれば B リーグに昇格ということに、なります。はい。ぜひ、頑張ってほしいと思います。はい。じゃあ、このあたりで終わりにしたいと思います。はい。それでは、失礼します。